私担当しております、あの中学校の教員でもあるんですけど、松本と言います。よろしくお願いします。命の歌を、爽やかの方に春よ来いを手がたい、はい、スタート。いつかいつか
番のフォローです。Thank you.
聴きいただきありがとうございました。続いてお送りする曲は春よ来い命の歌の2曲で、長崎ケルウチ男性合唱団の皆様とコラボして歌います。春よ来いは1994年から1年間放送された春よ来いの主題歌です。日本語の美しさが際立つ歌詞が特徴的です。冬から初春にかけての歌で別れと出会いを書いています。そして第3ステージ最後の曲である命の歌は2008年下半期に放送されたダンダンの劇中歌です。人と人との出会い、縁、そして共に生きていくことの尊さを歌っています。結婚式や卒業式などでも歌われています。人数が倍になりパワーアップした歌声をぜひお聴きください。You're
del provviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Cominciamo a volare nel cielo infinito. Volare. Yeah.
はい、Let's All the Same、遥かな共に2曲続けてお聴きいただきました。今回ですね、爽やか合唱団の皆さんにお招きをいただいて、私びっくりしたんですけれども、今年で23回目ということで、毎年されてるんですかということで、はい、大体毎年してますということでしたので、うわすごいな、やっぱりね、続けていくってのはすごいことだと思うんですね。私どもが今、今年ちょうど今10月で丸12年を過ごしまして、実際に合唱団活動13年目に入っています。それを思って自分たちもそこそこやってきたなと思ってたんですが、上には上のおるばいと思ってですね、はい、23年目大変おめでとうございます。本当にお招きいただいてありがとうございます。はい、で、今からですね、3曲目は民衆の歌というとんでもなくきつい歌を歌います。遥かな共にという静かな歌を歌った後に、なんでこげん歌を歌えるかというふうに思うような歌です。お聴きください。元気な歌でございます。ミュージカルでヒットしましたレ・ミゼラブルという、映画がありまして、その時に歌われていた、まあ、ミュージカルで、劇場でもそうなんですけども、その中のメインになっている曲です。民衆の歌、お聴きください。Oh,
週の歌でございました。いつもはですね、今日は20名、21名で歌っておりますけども、大体私たちの合唱団は、35名ぐらいおりますですね、大勢の時は、まあ、もっと迫力がある歌を届けていくかなと思うんですが、まあ、今日は少数精鋭できました、はい、ということでお許しいただきたいと思うんですが、私たちの合唱団の名前は長崎居留地男性合唱団。皆さん対馬の方々にとっては居留地というのはちょっと馴染みのない言葉だと思うんですね。住居の居にとどまるという字に土地の地と書いて居留地と言います。まあ、日本は江戸時代長いこと国を閉ざしていました。そんな時代に、江戸時代が終わる頃に開国をしていって、アメリカ、フランス、ロシア、オランダとかいろんな国と条約を結んでいきます。その時に幕府が開港地として選んだのが長崎だったんですね。長崎と横浜と函館を開港地として選んだんですけれども、その長崎に夢を持った外国の人たちがやっぱり仕事をするために来るわけですね。今まで日本は国を閉ざしていましたので、日本に行って長崎に行ったらよかことになるかもしれないと思っていっぱい来るわけですね。そして彼らは当然仕事をやるわけで、この町、長崎の町に、住むわけですから、その彼らのスタイルで町を作ったんですね。それが、その彼らは住むための町を作る、その町を、大体長崎外国人居留地、場所を指定してこの中に住んでねという場所で、彼らが生活をしていました。その中に世界遺産大浦天主堂があり、世界遺産グラバー邸があるんですね。まさに長崎の観光の顔となっているところが、今私たちが活動の拠点になっている長崎外国人居留地です。多分皆さん方も長崎に行った時には一度はグラバー邸、大浦天主堂にいらっしゃったことがあると思うんですけども、そこの街をステージにして私たちは活動しています。で、今から歌います曲は、望郷の長崎という歌です。とっても大好きな歌です。私たちこの歌をとっても大事にして歌っています。なぜか、この居留地にかつて暮らした外国の人たちが長崎で長いこと暮らして10年20年生活をして、後には自分の国に帰っていきます。帰っていった時に彼らは再び自分の国で、長崎の彼らは、長崎の友達は、長崎の彼女は元気にしとるかなと思いながら、長崎を自分の国から思う歌なんです。ということで、私たちにとってはとっても大事な歌、今から歌います。望郷の長崎、お聴きください。Thank you.
はい、一応表向きは最後の曲になります。はい、あのボヘミアン・ラプソディ、僕びっくりしました。一気に来てあのポスター貼っててですね、曲目を、私たちの合唱団の曲目をボヘミアン・ラプソディ他と書いてますね。ものすごく困りました。はっきり言ってボヘミアンが一番あまり自信がない、なのにボヘミアン・ラプソディ他と書いて、そういうふうになってた。今年の1月に、公開されましたあのクイーンのですね、あの映画がもう爆発的にヒットしまして、で僕らは実力もないのに、うちの先生原先生が、私はクイーンのファンやっけん、ボヘミアンが歌うけんって言って練習を始めました。まだ半年以上経ってるのにまだ完成していないんです。これ人前で歌ってよかったかなと思いながらですね、まあいいかと思いながら、今日はお祝いだしボヘミアンを歌おうということで、わざわざフェリーに乗って駅までやってきました、はい、そういうことでございます。それで時間を満たらずに、一応私たちの持ち時間は3時までということを書いてましたね。お、これまだ歌えるったりと思いますですね、はい、ボヘミアンが終わった後にアンコールいただきますでしょうか。ちゃんと2曲用意しております、ね、2曲で、不安な不安な今からボヘミアンを歌わせていただきたいと思います。では聴きなさい。This is the real love.
はい、ありがとうございます。なんとなく出た痛みが分かったでしょなんか不安に痛いよねっていう感じがしてたでしょ。はい、一応よそ行きのステージはこの辺りにしましてですね、普段にやりたいと思います。普段通りにやりたいと思います。アンコール歌ってもいいでしょうはい、ではぜひ男性合唱団アンコール、一応2曲用意しておりますけれども、ボラーレ、そしてオーソレミューを歌わせていただきます。
94年から1年間放送された春よ来いの主題歌です。日本語の美しさが際立つ歌詞が特徴的です。冬から初秋にかけての歌で別れと出会いを書いています。そして第3部最後の曲である命の歌は2008年下半期に放送されただんだんの劇中歌です。人と人との出会い、縁、そして共に生きていくことの尊さを歌っています。結婚式や卒業式などでも歌われています。人数が倍になりパワーアップした歌声をぜひお聴きください。
皆さん、こんにちは。今日は週末の大変お忙しい中、さわやか混声合唱団第23回定期演奏会にお越しいただきありがとうございます。楽しんでもらえましたか？今回も壱岐市教育委員会、権野良町文化協会、壱岐戸島ホールのスタッフの皆さん、他多くの方々のご協力によって開催することができました。団を代表して厚くお礼申し上げます。さて、本日は長崎九里市男性合唱団の方々に出演していただき、その素晴らしい歌声で舞台を大いに盛り上げていただきました。皆さん、もう一度大きな拍手を。これからもまた行きたいと思っていただける素敵で楽しいコーラスを目指して精進してまいりますので、来年の定期演奏会にもぜひお越しください。お待ちしております。では最後に会場の皆さんと一緒にもみじを歌いたいと思います。歌詞がプログラムの中に挟んでありますので、大きな声で歌いましょう。本日は最後まで本当にありがとうございました。長時間にわたりお聴きくださいましてありがとうございました。